能都半島地震で大きな被害を受けた輪島市で石川県で初めてとなる仮設住宅が完成し、今日から入居が始まりました。仮設住宅前から中継です。こちらには合わせて18個の仮設住宅が建てられ、先ほど当選した76歳の女性がやってきました。 足跡聞いたり、飲んだり外から1時過ぎになると目覚めるんですよ。精神的には楽ですよね。この女性は1人での入居となりますが、付き添いできた孫の男性は避難所では感染症も流行っているので、祖母だけでも入れて安心できると話していました。今回建てられたのは石川県で初めて建てられた仮設住宅になります。 間取りは 2DK が14個、4LDK が4個、えー、室内にはトイレや備え付けのキッチン、オイルヒーターなどの暖房設備も設置されていますただこの場所は海のすぐ近くにあり、今日も肌を刺すような冷たい風に吹かれていますこれから入居者が他,の他にもやってくると思われますが、寒さをしのぎながらの作業となりそうです